2007年欧州選手権のフィンランド男子代表バレーボールフィンランド男子代表はバレーボールの国際大会で編成されるフィンランドの男子バレーボールナショナルチームである1957年に国際バレーボール連盟へ加盟1952年世界選手権に初出場欧州選手権は第4回大会の1955年欧州選手権から出場しているフィンランドは 国王の古参チームである。これまでにオリンピック、ワールドカップの出場経験はなく、世界選手権は7回出場している。2000年代に入り、欧州各国の海外プロリーグでプレーしていた代表選手たちが経験を積んで成長し、セリエ A のクラブチームを指揮していたイタリア人監督を迎えチームの強化を図ると、再び国際大会への出場が増えるようになる。 2007年欧州選手権では予選3次ラウンドのプレイオフで過労受て出場権を獲得したにもかかわらず準決勝へ進出する検討を見せチームにとって最高位の4位となった2009年ワールドリーグで FIVB ランキング1位のブラジルを破るなど大きな成長を見せたが2009年欧州選手権では FIVB ランキング上位の強豪国が占める グループで苦戦し、2次ラウンドで敗退。2010年世界選手権予選も敗退したが、2014年世界選手権で32年ぶりの世界選手権出場を果たした。ありがとうございます。